どうもまちです。どうもあずです。やっていきましょう。はい、今日は2月アプリゲームセールスランキング、セールラン来ました。これ楽しみでしたね。ああですね、もうすごいの、楽しみでニヤニヤしちゃってじゃん。入荷拡がね、そうなんです、期待です、はい、こちら2020年2月で最も売り上げの良かったゲームアプリ10個をランキング形式で紹介するコーナーということで、うん、数々のアプリが周年やった、そうなんです、コラボだったり2月は周年、あとバレンタインとかね、季節のイベントもあって、でかいコラボのタイトルもあったりと、ちょっと楽しみですね。かなり順位気になるところということで、はい、早速見ていきましょう。第10位、アークナイツ。すごいね。そうなんですよ、入ってきました。中国でバズっただけありますね。そうなんです、こちらヨースターさんから、配信されているタワーディフェンスゲームでございまして、もともともう2019年からね、中国とかの方ではもうリリースされていて、今年の1月に入って日本でもついにサービス開始されたということで、早速トップ10入りと。さすが、さすがですね。これは1月16とかそのぐらいですね。の割には、大体1ヶ月もしたらね、そうね、もうランキングにはいないってゲームの方が多かったけど、確かに確かに、ちゃんとセルランに乗っちゃうぐらいちゃんと入ってきました。すごい、素晴らしいですね。まあさすがオリジナルなんですね。オリジナルの IP、 別に IP ものでもないし、うん、これはもうほんとゲームとしての、そうですね。だって梅さんもやってもらうんだけど、僕も今めっちゃやってるし、めっちゃ楽しい、まあ、やっぱ面白いし、そのキャラ絵もいいしね、そのストーリーもいいし、まあ、あとゲーム性もそのタワーディフェンス、まあそうね、でこう結構やっぱり戦略性があるというか、めちゃめちゃ簡単だけど、もう本当にその試行錯誤何回もして、うん、その弱いキャラクターとかでもこうね、高難易度のクエストいけたりとかっていう、本当にその自分の腕というかね、うん、そのプレイング次第でどうとでもなるみたいなゲーム性なんで、まあこれはね、うん、もう本当に実力を示したランキングなんで、そうですね、もうゲームとしての面白さがあるということで、うん、まあ、ぜひ、ね、ちゃんと入ってきたね、ちょっと興味があるってまだ触れてないって方はね、うんうん、これはもう本当にぜひとも証明できたんで、ぜひ遊んでくださいですね、はい、まあ、今後のその日本のセールスランキング常連になるのかどうか、うん、期待ということで、はい、第10位アークナイツでございました。はい、第9位ポケモン GO! おー来ました。結構下ですね。ですね。はい、ポケモンの位置情報ゲーム。うん、これはまあ、1月だと8位だったんですけど、1個落ちて9位にランクインということで。はい、まあ、一応旧正月イベントみたいなね、その赤いポケモンがいっぱい出るよみたいなのもあったりとか、うん、バレンタインイベントでそのピンクのポケモンいっぱい出るよとかもあったりとか、で、あとちょっとやっぱり大きかったのは、その2月27日、本当に末ですけど、ポケモンデーっていうね、うんうんうん、初代の赤緑のゲームボーイのあのゲームが発売された日にちなんで、その関東ポケモンの出現率が上がったりとか、その、まあ、ミュウツーの逆襲に出てきたアーマードミュウツーとか、うん、あのコピーポケモンの、うんうん、リザードンとか、その御三家のあの模様ついてるやつとかがなんかポケモン GO 内に出てきてたりとかして、おー、熱いっすね。そうなんですよね。まあ、映画も最近あったしね、そうそうそう、リメイクが。そういうのがまあできてるっていうのはね、一個そのポケ GO の強みみたいなのがあると思うんで、うん、まあ、そこでこうちょっと盛り上がったりとかあったのかなと、うんうん、いった感じですかね。まあ、見事第9位、ポケモン GO でございました。第1位、プリンセスコネクトリダイブ。プリコネ、8位ですか。そうなんです。おう、これは1月に7位、うん、で、まあ、1個落ちて8位ということだったんですけども、まあ、サイゲームスさんが送るアニメ RPG ということで、はいはい、これがあの2月15日で2周年だったんですよね、うん、ですよね。そうなんです。だから楽しみだと思ってたんですけど、そう、8位ですか。正直ね、落ちましたか。もう少し上に来るかな、なんならトップ5より上とかあるかなと思ってたんですけど、落ち着いてますね。そうなんですよね、うん、まあ、ただ一個思ったのは、その2周年の内容が、うん、まあ、その毎日10連無料デスゲーキャラ来たりとか、うん、デレステとフォローアップしてとかはいろいろあったんですけど、うん、やっぱりその無料ガチャとかいうね、うん、結構そういうそのユーザーに対して豪華な施策はいっぱいあったけど、うん、それがじゃあ課金するかっていうとっていう、ああなるほど、結局無料で引けたらもう課金しなくてもいいしさ、当てちゃってるパターン。そうそうそう、なるほど。それはちょっと梅さんじゃあよくしすぎたそう、ね、まあでもこれが未来への投資だと思ってる、そうそうそう、可能性はありますから、それがね多分そのいいうまいやり方の一つなのかなと思って、うん、期待しておきましょうということで、第8位プリンセスコネクトリダイブでございました。はい、第7位荒野行動。荒野。第6位フェイトグランドオーダー。フェイトが6位。そうなんですよ、フェイトと荒野が6位7位ってマジ。そうなんです。これは FGO はね1月2位だったんですけども、うん、まさかの6位まで落ちてきた。てかもう毎回1位トップ3じゃんだったけど、なんと荒野と FGO が半分より下っていうのはね、なかなかないランキングだと思います。で、まあ、FGO はバレンタインイベントが開催されていたんですけども、うん、新サーバントが一応来たんですけど、そこまでなんかこうみんなが課金してまでこう追うみたいなキャラではなかった、ではなかったみたいですね。あとはその復刻でその昔のサーバントをゲットできるとかあったんですけど、うん、やっぱりもう昔からやってる既存ユーザーとかは、そっか、
そこまで別に課金するほどではないということだったんで、まあ、このぐらいの順位に落ちていると、で今あの1900万ダウンロードのキャンペーンとかもやってるんですけど、それもまあ別に課金に売り上げにつながるかって言ったらそうでもないみたいな。なるほど。一応なんか人気キャラが出てはいるみたいなんですけど、まあ一応そこまで、それもだから既存は課金しないですね。もう持ってる人が結構多いキャラだった。だから新フェスゲンサーバントみたいな、そうね、出ない限りは、なんか人権クラスの、みんなが課金するみたいな新キャラが出ないとなかなか、そうですね、売り上げがこのぐらいになっちゃうと、まあ、見事第6位にフェイトグランドオーダーでございました。はい、第5位ドラゴンクエストウォーク。ドラクエウォークも5位。ドラクエウォークももうでも安定してきてるね。いやもうだからドラクエウォークがまず一つの原因じゃない、うん、あまあそうね、 FGO とか荒野とかが下に落ちてる原因は、ね、確かにそっか、こいつが常に上にいるから、こやつは常にトップ5より上いるかな。イベントしかも特にそうなんですよ、これっていうイベントせずに毎回いるから、うん、まあ、2月はバレンタインの一応クエストがあったっていうのと、はい、あとなんか悪魔大王襲来イベントっていうのが、うん、あの前編後編とかであった、なんかミニデーモンのなんか超高難易度クエストみたいなのが出たりとかしたみたいな、いろいろイベントあってましたね。ですね。なんかでも昔あのねドラクエ1のイベントとか3のイベントがどうこうとかあったけど、うんうん、そういう感じでは今ないっぽいですね。まあちょちまちまやっぱ刻んでいかないと、うん、まあ、11個しかないから、確かにそっか、終わっちゃう、そう、ね、すぐ終わっちゃうから確かにね、1年経たずに終わっちゃう1ヶ月後に毎月やったら毎月やったらまあこうやってボスを、うん、まあ、ボスってボスでもないけどね、ミニデーモンは、まあ、そうキングミニデーモンは、まあだから魔王系とかもやっぱ大事にしていくじゃないですか、うん、そっか、そうだね、確かにそれポンポン出してたらもう終わっちゃうね、終わっちゃいますからまあだからそれに合わせてその福引きのその武器のガチャとかも出てたみたいなんですけど、はい、ということでまあ第5位にドラゴンクエストウォークがランクインでございます。はい、第4位プロ野球シリーズエース。第3位パズランドドラゴンズ。パズラ来ました。プスリー最初の日一作目ですね。ですね、はい、1月は第5位だったんですけども、うん、2月は2つ上がって3位ということで、まあ、パズルは2月はね、リリース8周年ということで帰ってきましたか。ですね、これも8周年で3位か。そうなんですよ、すごい、正直1位にどっか行くかなって思ってたんですけど、まあそうね、周年はですね、まあ、新フェスゲンがまず3体新たに登場したと、はい、なるほどなるほど、はい、いうところと、で、復刻のコラボの情報がいろいろ発表されて、はい、一つが FGO も前にしかもコラボしてるんですよ、が復刻で来るよっていうのが発表されたのと、はい、あとはブリーチ、これ結構前だったんですけど、それもねまた復刻来るよと、なるほどね、8周年のタイミングで、あの豪華なその課金セット、あーなるほど、みたいなのがね、その石プラスあのガチャが引けるチケットみたいなのがあって、あ、まあ、それがこうかなり売り上げに貢献したんじゃないかなるやつね、一番、そうそうそう、ということで見事第3位パズル&ドラゴンズでございました。第2位ドラゴンボールゼットドッカンバトル。すげえ、すげえよ、2位かよ、すげえわ、これはこれすごくない、これはすごい、マジいつか1位じゃんですよ。てか1月が、10位だったんですよね、はいはいはい、っていうのもまあその1月の本当末にあの周年の発表があって5周年で、なんでまあだから言っちゃえば2月がもうがっつり周年のそのね売り上げに関わってくるポイントだったんですけど、見事10位から一気にで2位ランクインということで、僕も貢献してますからそうね、だいぶあのそれだいぶ貢献してるね、だいぶ貢献したマジでクソほど貢献したじゃん、クソほど貢献したマジでまあでもやっぱりね、うん、僕もちょっともう始めきれなかったんですけど、うん、これはね盛り上がるわっていうね、ドラゴンボールやっぱり知ってる人からしたら、まあてかもうドカバでいつも盛り上がってるけどね、まあまあそうね、結局イベントごとに売り上げトップに入ってるし、うん、けど今回のそのね本気出してきたな感がすごかったんだね、やっぱり。まあそうね、うん、5周年っていう、そう、そのやっぱりその対象になってるキャラもそうだし、うん、そのキャラの今までのそのキャラの演出とか動いてたけど、いやそうね、今回特になんかすごくなかった、ボイス入ってるしね、そう、ボイスもそう、新しく入ったんだよね、実際のそのテレビとか映画の動きをもう完全再現してたから、マジ感動よ、やばいね、もうアクティブスキル使うために俺も鳥肌立ってるもん、そう、いやほんとそうなんだ、そこだけ音つけてるもん本当に、だから俺今動画編集しながらドカボと無心で押して、はいはい、アクティブスキルの時だけ音聞いてるいやそれがね、まあ、ファンがやっぱり多いっていうのはもちろん、そのファンの心をこうね掴んできたかなっていうのは思いますね、これは当然の、むしろ1位じゃなかったんだっていうですね感じですよ、確かに本当に1位ぐらいの勢いはあったんじゃないかなと思いますけども、第2位がドラゴンボール Z 特艦バトルでございました。はい、数ある強豪を抑え見事第1位になったのは、はい、モンスターストライク。周年アプリを抑え
モンストがランクインということで、コラボ先でしょ。そういうことです。もうだから2月はね、そうね、ドカバト悔しいね。悔しいよ。鬼滅とコラボしてたらドカバトが1位だってことでしょ。そうです。2月はモンスト鬼滅の刃とコラボということで。そうですって言っていいの。ドカバトが鬼滅とコラボすればドカバトが1位だってこと。どういう剣で切るよりこうやって殴った方が強いから。いやでもさ、むずいね。いや鬼滅のコラボはね、だから結局鬼滅が強いってことよ。そういうこと。鬼滅のゲームが出れば鬼滅が1位ってことよ。うん、まあ、やっぱり鬼滅の刃の力はすごいと。まあ、見事に2月のセールスランキング、はい、第1位はモンスターストライクでございました。はい、はい、ということで2月の、アプリゲームセールスランキングでございました。うん、まあ、FGO とかね、うん、パズドラとか、そうね、まあ、その辺はもう順位が最近変わってきてるから。確かに結構変動激しくなってきてますよ。まあ、ドラクエタクトとかね、うんうんうん、新作確かに、まあ、ナルトだったり、うん、まあ、あの辺が入ってきてまた色々変わるかもしれませんけど。あと僕的にはこう10位のアークナイツ、うん、今結構がっつり楽しんでるんで。確かに。それが今後ね、常連にそうなってくるのかどうか。まあ、このリリースされたばっかの月は、うん、確かに分かるんですよ、うん、そのね、みんなスタートダッシュで課金とかもしてたんですけど、それがだから3月4月とかになってどうなっていくのか、うん、非常にちょっと楽しみということで、はい、ですね。まあ、そんな感じの売上ランキングでございましたと。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル他にもいろんなゲーム情報を載っけておりますので、ぜひチャンネル登録、それから高評価の方もよろしくお願いいたします。それから僕の方のチャンネルではポケモン剣盾をメインでね、実況しております。コンシューマーメインでやってますね。よかったらスイッチとかね、プレステ4のゲーム遊んでるよって方は遊びに来てみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。